どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はですね、オルターガイストデッキをね、やっていきたいと思います。オルターガイストデッキって言いながらですね、このデッキね、オルターガイストね、1枚しか入ってないんですよやばくない？オルターガイストデッキさ、1枚しか入ってないデッキをさ、オルターガイストって言い張ってる実況者どう思いますか？クズかよ、ゴミすぎんだろこいつ。オルターガイストドラッグミリオンっていう新しいモンスターね、こいつがまあ追加されたんで組んできたよっていう。ちょっとね、オルターガイスト、別のオルターガイストデッキもちょっと組んではあるんで、それをまたちょっと後日紹介するとして、すげえ外役なんでちょっと一回後日紹介するとして、調整まだ終わってないってのもあって、このドラッグウィリオンっていうモンスターが、まあオルターガイストモンスターなんだけども、汎用シンクロなんですよ。チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上で6シンクロで、まあ結構簡単に出せますよっていう、まあモンスターですね。で、効果が、丸1番はマジで無視してもらってよくて、丸2番しか、まあ、使えません今回は。このカードがリリースされ墓地へ送られた場合に発動できますよ。まあリリースされたら発動できる。で、このカードを特殊召喚する。あれ？ちょっと強そうじゃないですか。リリースされたら、ただで特殊召喚できるんですよ。まあ一旦一度なんですけど、これね、結構面白くて、例えば土球部隊とか使うと、ただなんですよ。土球部隊使ってドラッグミリオンをリリースすると、ただで、蘇生するんですよ。ミリオンが。結構面白いですよね。とか、あと、エネミーコントローラー使った場合、結構面白くて、まあ、高校とかだと、トランペッターから出せるんですけど、これ、芽吹くもので、トランペッターからウィリオン出して、相手のモンスター、まあ、例えばホムラガミとかいたとしても、なんかパクんじゃん、ドラッグウィリオンでエネプコンリリースして。そしたら、ドラッグウィリオン帰ってくるから、ホムラガミとドラッグウィリオンで、ね、ワンキルできるんですよ。ちょっと面白いでしょ。そういう、まあ、なんか、面白い効果を持っているっていう。まあ、この効果を活躍させたくて、まあ、リリース手段を5枚入れてるって感じですね。まあ、他にもね、リリース手段って結構あって、痛み分けとか、一族の掟とか、まあいろいろね、効果あるんですよ、リリースできるのは。まあまあ、これだけ活躍させても別にそんなにっていう感じがあるんで。だってさ、大体さ、先行だったらさ、ぶっちゃけって言っちゃうと、ぶっちゃけこの苦渋の決断でトランペッター落として、トランペッター持ってきて、で、召喚して、芽吹くして、蘇生してさ、6シンクロする場合ってさ、デーモンの将来とかさ、出すじゃん。普通先行だったらこれ出さないよね。まあ今日はこれ意地でも出してくんだけど、だからまあこれリリース手段入れすぎてもあれかなと思って、なのでまあ5枚くらいにね、一番いいバランスで塩梅でしています。で、他にもね、これ4の植物族のチューナーが多分ね、トランペッターしかいないんで、これ OCG にいるのかな、なんか OCG でもなんか あんまり聞いたことないからいないかもしれないね、もしかしたら。いたらすいません。なんで、ウィードっていう、まあチューナーに、レベル2のチューナーを入れていて、で、これで、芽吹くして、まあこのハストール出すってことね。ハストールは結構土球部隊と相性が良かったりするし、ダブルサイクロンでこう相手のバック割りながら相手のモンスターパクったりできるんで、まあ結構強いかなっていう感じですね。で、あとはまあ普通にその1900っていう打点を上げれるイージーチューニング、まあ、これがまあ最強カードなんで、芽吹くデッキだったら、まあこういうまあスキルを使って、戦っていくっていう感じですかね。まあ、意地でもね、今日はね、ドラッグリオンを活躍させるっていうデッキなんで、ここお前デーモンの将来でいいじゃんっていうコメントしてくるやつはマジでブロックするんで。ここデーモンの将来でええやん、ここブルーナブでええやんってコメントしてくるやつに関してはマジでブロックするんで、覚悟しててください。それでは早速オルターガイストデッキ、カッコオルターガイスト1枚やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、闇のゲーム、めんどくさそうなデッキだな。エンジェルトランペッターを召喚、エンジェルトランペッターのダークバージョンの効果、そして俺はここで満を持して登場させるぜ。いくぞ、ネオニューシンクロ最強モンスターオルターガイストドラッグイリオン。誰やねこれ、誰やねモンスターすぎん。これ OCG で使われてることあんま見たことないんだけどな、これ使ってる人いんのかな。オルターガイストドラッグイリオンってこれ使ってる人見たことありますか。こんなやついたんだなって俺思ったんだけど、入ってんのかな一応オルターガイストデッキのメインデッキじゃねえや、
OCG の方にはあんま知らないんだよな、オルターガイストデッキ。なんかとりあえずなんかあの相手のひたすらバウンスしてくるみたいな、あのやつが強いっていうことくらいしか知らない。でシュトロームベルク来た。あ、闇のゲームシュトロームベルク、まあちょっとラバゴ警戒ですね。じゃあラバゴ入ってると思うんで、まあラバゴと、とうとうシンデレラか。あとはシンデレラは多分なんとかなるとは思う。金の城を、ただ金の城の効果は、コズミックサイクルで吹き飛ばせばいいんで、多分なんとかなるとは思う。シュトロンベルクの効果は、発動した後に除外すると、モンスターも出せねえし、あれなんですよ。あの、なんもできないんですよ。ギャラサイは強い。ギャラサイは強いけど、ギャラサイは強いが、あの、シュトロンベルクっていうのは、使用、一ターンに一度しか効果が使用できないっていう効果なんで、使用した後にコズミックサイクルを飛ばすと、もう使えないんですよ。で、しかも、あの、制約は残るんで、特殊召喚とか召喚はできないよっていう効果があるんで、これはね、シュトロンベルクの効果発動した、このタイミングでコズミックサイクルを打つと、もう大丈夫です、多分。これは多分大丈夫。さあ、シュトロンベルク。いつの時代の解説、これ。今更シュトロンベルク解説をしていく。さあ、これで、カード1枚セット。さらに、さらなるシュトロンベルク。除外させなければ多分いける。ドッキリ部隊の効果を発動し、オルタガイスとドラッグブリオンをリリースし、金の城を破壊させていただこう。そしてドラッグブリオンをリリースされた場合、戻ってくるぜ俺のフィールドには。ただだ、コストはただ。よし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 、いけるぞいけるぞ。コスミックサイクロンかますか。ライフコストちょっと、ライフコストちょっとってきついけど、これ結構だいぶ、でも相手もきついはず、相手もきついはずだ。行こう。で、これでカイトロイドはない。カイトロイドとかもない。カイトロイドそっち系はない。闇のゲーム OK。 600。あー、でも結構ライフきつい、ライフきつい。早く倒さないと俺は負ける。あー、モンスターセット。多分モンスター、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 モンスター。あー、ナイス。オッケーオッケーオッケー。で、決断効果いけるぞ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 。オルターガイストいけるからな。オルターガイスト、さっきからな、全然オルターガイストが活躍しないんだこのデッキ。今強引にオルターガイスト出してくから行こう。一応プレイヤーか、次のターンのために。で、こうして、こうしていく。いっけー、バトル。よーし、オルターガイストが強かったこのデッキは。マジで本当に、これは本当マジ。さあ、お相手の方、騎乗員アスカキラー選手、よろしくお願いします。強いで3倍。ちょっとね、あのね、これね、苦渋の決断がね、強いようで弱いんだよね。要は2枚は使えないんですよ、このデッキ。なんだけど、1枚は手札に欲しいっていうカードで、ちょっと難しいんだよね。まあ、あの、扱いが。一応、エンジェルトランペッターが確定でサーチできるんで、まあ、それはそれで結構強いんですけども、あの、墓地に送れるしね。あー、セット、オッケー。ドロー。おー、これはオルターガイスターの出番なんじゃないの。苦渋の決断の効果を発動していく。エンジェルトランペッター墓地送って、エンジェルトランペッターを回収してくる。で、エンジェルトランペッターを召喚。ダークバージャーの効果。墓地より蘇ってくるぜ。そして、ここはオルターガイストでしょう。レベル2のダークバージャーにレベル4。エンジェルトランペッターをチューニング。新規の召喚。現れよ。オルターガイスト。ドラッグウィリオン。うわー。だこんな気合い入れて、こんな気合い入れて新居召喚するモンスターじゃないんですよね。これ何ですか。あ、セックスじゃん、セックス。はいはい。コーディセックスだから、まあ捕食、プレータープランツですね、デッキは。プレデタープランツ、あ、プラクティス OK、 プラクティスは OK。 で、あ、置かれるか、置かれていく。カウンターが置かれて、あ、金次の方、 OK、 金次の方、金次の方で、スピノディオネア、いいね。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいんじゃない?いいんじゃない?で、召喚してくるかな?召喚してくるかどうか。まあ、融合してくるんだったら別にそれはそれでいいし、召喚してくるんだったら、土球で金次郎を吹き飛ばせばいいんで、多分大丈夫だと思う。多分これ融合の使いだね。スキル。スピノディオネア、カウンター置いた瞬間、土球部隊発動!このモンスターにカウンターを動かすことは許さない。金次郎、くたばれ!そして、ドラッグウィリオンはリリースした場合、墓地より蘇るぜ。最強だ、最強すぎる。この動きクソ楽しい、最強だ。ただのもん、ドッキュータラってクソ強くないですか。ダブルサイクロン、オッケー。なるほどですね。
でエンジェルトランペッターを召喚、エンジェルトランペッターの効果が召喚されたことによってダークバージャーが反応して特殊召喚される。さあここで俺はあオルターガイストデーモンの将来を特殊召喚。これでまだお前知らねえと思ってんだろ。お前はまだおあいつ甘いだな、なんかブリューナーが入ってねえんだみたいな、ブリューナーが入ってねえんだとか思ってんだろお前。え甘いんだよ。バトル行くぜ。デーモンの将来で攻撃し、バトルステップ自分いいっすか。エネミーコントローラー発動、フィードラモンスターを1体リリースし、相手のモンスターパクる、そしてリリースされた場合ドラッグユニオンはフィードに舞い戻るぜ。最強だ水曜オルターガイストマジマンジ対戦ありました。さあお相手の方、危ねえ、ライフコストゼロ、ライフコストゼロはなマジ気持ち悪いかな。多分磁石ですね、磁石系のデッキなんでしょうか。ダークバージャーでドラッグエリオンを意地でも出していく。これどう考えてもデーモンの将来でいいだろみたいなとかあるけどね。これでもさ、俺オルターガイスト出してると結構やばくない？俺これやってること結構やべえんだよな。俺バカなんですよ。オルターガイスト活躍させるって言ったら俺それしか出さないんで。さあマサキアンズ選手一体どうなってやるんでしょうか。挨拶やめろって。ちょっと一回打点だけ上げとくか。一応ね、先手上げて4100の最強のドラッグエリオンできていく。ジャンクアタック、ちょっと待って、ちょっと、そういうこと、そういうこと、そういうことしちゃう。出たー、ちょっと出たんだけど、伝統芸能なんだけど、出たよ、出ました天才デッキ。これは誰だよこれ考えたの、考えたの誰だよこれ、ふざけんなよこれ、やばすぎんだよこのデッキ。最強か、環境トップかこれ。トマト3回攻撃したら勝ちって、これやばいだろこのデッキ、環境トップだティアーゼロデッキ爆弾対戦ありがとうございました。